あ、どうも南翔です。日本ビザ、嫁の日本ビザの話で、今日来たんですけれども、取りに来たんですけれども、いよいよ取ることができました。でもこのビザを移すわけにはいかないんですけどね、身バレをするのでビザを移すことはできないんですけども、とうとうね、取ることができまして、いやー、よかったです。さあ、感想どうぞ。はい、ルーソクはヤンガイ、ルーソクはヤンガイ、ございます。とても嬉しいですという普通の感想でした。嬉しさがもう最高潮でということで、泣きそうですということで、実際目を拭いてます。あ、日本ビザです。あ、ジンさんどうも。とうとう日本ビザ取ることができましたよ。よかったです。ちょっとこの後、嫁はそのまんまですね、仕事に行かなければならないので駅まで見送るんですけど、その後に事情をお話ししましょう。これまでの経緯をね、お話ししようと思うんですけど、サーパイイープンヤクタマライバン。日本行ったら何をしたいかということで、もうやりたいことは山のようですと。あ、日本料理を見たり食ったりしたいということで、おめでとうございました。スクさん、ラッピーカー、ありがとうございます。ということです。ビザ取ったらみんな仕事行くの？いや、仕事は最近少ないんじゃないですかね。旅行者が多いんじゃないですかね。でも疑わしき人がいっぱいいるということかなとも思います。ということで、7駅の近くからお届けしてます。日本、詐称ビザセンターからお届けしてます。コムスキムチカパイリークアマン、 OK、 OK。 さあ、じゃあ、カムルーさんどうお別れしましょう。さあ、慌てて走ってましたね。何日も結構このビザ関係のことで、半日休みとかをちょっと繰り返したので、今日はもう受け取りだけなんで戻るんですけども、あんまりいい顔してなかったと。そうでしょうね。この1ヶ月の間にいろいろありました。ということで、おめでとうございます。本当ありがとうございます。皆さん、ご心配をおかけしました。見たり聞いたり、見たり食べたりしたいって言ってたかな、僕の翻訳間違いから。あ、僕怪しい。それは間違いない。そうなんですよ。かといって帽子をかぶったりするわけにもいかんし、アイプチとかしていけばよかったんですかね。僕も目の細さもね、カバーして。いってらっしゃいませと。いや、お嬢様って、ね、でも背がね、低いんでね、ちょっと年齢よりも若く見られたり、年齢って年齢わからないんですけど、実際のところね、本当に。でもパスポートに書かれてる年齢よりは、若くは見えるんですけどね。で、羊のコスプレ、それビザセンターでまでね、その姿で行くって、いい加減にせえよっていうね、状況ですよね。本当に本当に年齢差小、いや、年齢差、でも確かに年齢差はね、あるのはあるんでしょうね、これね。10歳ぐらいは多分離れてるんだろうと思います。ここまでのね、経緯をちょっとお話しするとですね、ビザの申請書類、前にお話した話から一応言うと、1回目はあんまりだったんですよ。書かなければならない、ものが、書かなければならない、書類とかの
がもう足りてないのは分かったんですけど、何をどうしていいかちょっと分からないところがあって、で1回出頭して、で全部聞いて、で2回目出すとこまでは順調にはまあいったんですけれども、そこから先、アイラニさんどうもこんにちは、ご心配をおかけしてた日本ビザ、嫁の日本ビザですけど、無事取得することができました。ありがとうございます。本当に応援していただいて本当にありがとうございます。で、その後ですね、まあ出頭まああれでもどう言うんやろ、ほんまは出頭って言えへんのかな、ビザ、うん、なんか出頭なんかでも嫌なイメージですね。いや良かったです、本当良かったです。さっきちょっと泣いてました。普通に係官が、ビザページ開いて、でちょっと説明してる時はもちろんねおとなしくしてたんですけど、あパチパチありがとうございます。おとなしくしてたんですけども、受け取ってもう窓口の人見てるんですけど、その受け取って手にした瞬間にもうガッツポーズしながらもう泣いてました。でですね、その後まあ嫁のだからこう調査が入るんですよね、電話調査みたいな。嫁自身にも電話がかかってきて、嫁のその勤めてる職場にも電話がかかってきて、あとあれですね、労働ビザ持ってるんですけど、その労働ビザの発行人のところとかにも電話がかかってきて、でね、まあいくつかちょっと難しい点が僕らには本当はあったんですよ。例えば嫁の名前、その嫁の名前をそのパスポートに英語表記でね書くときに、英語に直すときにまあどう言えばいいんですかね。例えばどんな感じ？例えば僕ショーっていう名前だと SHOU に多分なるじゃないですか、あるいは SHO になるのかもしれないのか。例えばそれをミャンマー人は絶対ショーっていう名前はいない、例えばソーっていう名前しかいないとして、ソーになってしまってるということなんですね。その聞き取りがタイアイ族とミャンマー政府のミャンマー人とでは違うので、表記が違うんですよね、表記が変わってしまってるので。だからそのことで電話をタイ人がかけても、タイ人はもちろん事情も知らないので、ソーさんいますかって言ったら、そうだ誰がそうやねんみたいな、まあそんなね、そんなことがあって、まあうまくいかなかった部分もあって、あここの公園なくなってるやん、マジでマジっすか、そうそうそう言うて、うわうなずき、うなずきまくりですね。まあ、そんなね感じのこととかもあったりして、でも本当に本人なんかっていうねちょっと疑いがかかってたりとかね、そういうのもありましたし、あとまあ、今の仕事があれなんですよね、裁縫学校の手伝いをやってるんですけど、先生の身分じゃないんですよね。先生の身分になるにはもうちょっとなんかこう認定がもうちょっと必要なんです。彼女も認定を持ってるんですけど、もうちょっと認定が必要なんですよね。でそれの関係でこう手伝いみたいな感じになってしまってるんで、その身分では発行が難しいって係官から言われたらしいんですね。なかなか難しいですやっぱりね。それは本人も説明受けたらしいんですけども、人身売買にね知らず知らずに加担させられてるんじゃないかとかいうことでね、まあ人道的な見地からと難しい言葉で喋ってしまいましたけど、それでちょっとねいろいろあるみたいですよやっぱり。ただねまあそんな旗色が随分悪いっていうのはね分かってきたんで、僕もねじゃあその結婚のその届け出自体は去年の6月だけども、もう僕ら一緒にいて10年近くになるんですよ。で結婚式を挙げてからは8年になるんですね。だからまあこう追加資料をお送りしたりして
本当に身分的に固まってるんやっていうことをこう証明するのにね、どう追加資料とか受け取ってくれたりとかそういうことないんですかって聞いてみたら、それはまあビザが受け取れる受け取れないで、まあ、受け取れないっていうことが決まった時点でそうしてくださいっていうような話になったんですね。っていうのがあって、途中話したんですよね僕ね、だから係官の人とまずさっき、僕訪れたとこなんですけど、査証センター行って、で査証センターから今度はそこの日本人担当の人の、電話番号にかけて、でその人が、大使館につないでくれて、大使館につないでというか大使館にかけてくださいということになって、で大使館で聞いてみると、その、ま、日本人にまた変わって、で担当者最終的には担当者の人に変わって、だから ここまでで、まあ、日本だとちょっと珍しい話かもしれませんけど、ここまでで僕だから 1,2,3,4,5 人の人と喋ってるのか、そしたらなんとなくね言ってくれたことが、そのビザ発給前にビザが通ったか通ってないかということは規則として言うことはできない、まあそれはそうですよね、僕もそれは配慮して喋ってたんですけど、なんですけどもって言ってくれたんですけど、でも話し方がこれはまあね係官の方に迷惑がかからないと思うんで、まあ話せるんですけども、まあなんとなくでも僕の聞き方と彼の話し方からして、まあ僕の判断ですよこれは、あくまで本当彼の責任じゃなくて僕の判断として、なんとなくこれビザ行けてるんかなっていう感触がうっすらあったんです。ただまあもちろんねそんなことはっきりもちろん聞いたわけでもなければ僕の印象なんで、まあ言ってこなかったんですけど、まあ良かったなと、まあ最終的には本当にそれで分かって、まあとにかく良かったなっていう、まあそんな感じになりました。長い話すみませんね。山岳といえど、ミャンマー側だと17タイでもタイ側には認めてくれないの、それはだからこうタイ側で認められないというより日本側っていうことですかね、日本ビザの申請なので調査してる人は例えば、その大使館の命を受けた人だとか、あでも違うか、査証センターの命を受けた人になるのかな、だから日本大使館、このバンコクにある日本大使館が査証センターっていうところにそのビザ発給を依頼してて、でそのビザ発給センターのところから、まあ雇用されてるタイ人の人が調査してっていうことになって、でも大元はね日の丸ですから、だからまあまあそれなりの厳格さがやっぱりあるっていうことなのかなっていうことなんじゃないですかね。タイ側はだからあれですね、タイの例えば滞在許可とか、まあ、労働許可はちょっと難しいんですけど、滞在許可とかは割と柔軟にいくつかの道がこうあったりする、でもまあそこになかなかたどり着くのが難しいというそんな感じですかね。方法が分かると簡単なんですけど、みんなその方法を使い始めると大変ですから、その方法は実際にこう何かのきっかけで知ってやることができたらなんとかなる、まあそんな感じでしたかね。でもそこへ僕らはたどり着くまでに、まあ、2年かかりましたけどね。知り合ってすぐもう僕はまあかなり結婚する気で、で嫁が当時断ってた理由も、断ってたというかちょっと待ってくれって言ってた理由も、まあ僕に迷惑がかかるだろうからっていう理由でということで、まあ早いうちから結婚はねお互いに意識してたんですけども、まあきっちりした身分になったらとにかく結婚式は挙げるということで、それまでまあ戦い抜くぞおーみたいな感じだったんですよ。外国人が日本に来るハードルね、だからものすごく外国人が今増えてるので、でビザがね免除されてる国があるじゃないですか、中国とか韓国とか、まあ、タイ人もそうなったんですけど、
だからそういうところで外国人多いからっていうことでね、まああんまりこう日本のハードルっていうのはね意識されなくなってきてると思うんですけど、まあ、以前ものすごく厳しい日本だったはずだと思うんですよ。で以前ほどじゃないけどやっぱり例えば今でもそのビザ免除国じゃない国の人々にはちょっと難しい部分もまだ残ってるのかなっていう感じはしました。そんな状態ですね。いやということで本当難しいとこでしたね。まあなかなか、あ、タイの国籍ですか。タイの国籍は取れないことはないんですよ。あ、国籍じゃね、あれ何になるんかな。僕永住権に近いものっていう風な認識のが近いんかなって今思ったんですけど、たった今思っただけなんですけど、バッタンダオっていうのがあって、以前そのパスポートで、労働ビザを取ってミャンマー人とかカンボジア人とかラオス人が就労するっていうのが難しかった時代の名残がまだあんのかな。もうでも消えるって言われてるんですけど、タイの ID カードの色ってあれ青やったんかな、青っぽい色だったんですかね。それがねピンク色っぽいのがあるんですよ。それがだから準身分証明書みたいになってるってやつがあってね、それを最初は取ったんですよ。最初は目指したんですよね。僕らはちょっと違う形で滞在許可を取ったんですけどね、また別の許可書があって、でね、北ラオスだからチェンマイとかあの辺りですね、チェンマイチェンライとかあの辺りに土地を買ったら何万バーツか忘れましたけど、何万バーツか以上の土地を買ったら、あれ20万バーツでしたっけね、の土地を買ったら一応そういう、それがバッタンダオなのかどうなのかよくわからないんですけど、永住権的なものを取れるっていうのはあるんですよね。でそこに、まあ、子供が生まれてって言って、こう外国人と結婚したらまたちょっと別でしょうけど、タイ人と結婚して子供が生まれたとかね、そうとか、まあ、そのバッタンダオらしきものを持ってる人同士が結婚してって言って、タイに居住が長いっていうことを認められ、でもうタイ語ペラペラっていうようなことになって、でタイの文化に根ざして生きてるっていう認定ができたらタイ人として認められていくっていうのが、まあ、以前はあったんですよ。最近はちょっとわからないんですけど、あ、日本国籍の取得、国籍取得は永久にできないんじゃないんですかね、多分。前もあれだったと思うんですよね、フィリピン人の人で、なんですかね、日本人との間に子供もいてって言って、で、その人がなんかこう親権問題ですごい揺れてたっていうのがあって、で日本にもういられなくなってしまったっていうので、まあなんていうんですかね、国外退去みたいなことになっちゃった、かわいそうにねっていうのもあって、永住権ね、永住権はどうなんのかな。永住権はだからどうなるんですかね。日本は永住権も出さないんじゃないんですかね、なかなか。永住っていうことで子供ができたら、子供はもちろんあれですよ、日本国籍を取れるので OK なんですけど、永住権っていうより多分だからあれです、タイと一緒だと思うんですけど、カテゴリーがこう家族ビザになる、ビザが下り続けるっていう形になるんじゃないですかね。だから本人はやっぱりどれぐらいでの感覚かはわからないんですけど、やっぱりそれをこう、まあ、例えば僕だったら1年に1回、まあ、ビジネスなんで1年に1回とか、その辺ちょっとよくわからないんですけど、家族ビザだったらどうっていうのはわからないんですけど、例えばまあそんな、まあ、1年に1回とか、まあ、2年に1回とか、まあ、そんなその形で、まあ、やっていかなければならないんじゃないかなっていう感じはしますね。なんで今キンコンカンコンなってんやろ。3時5分ってすごい中途半端な。今日僕は携帯の充電が朝になると切れてて、寝る前に 87% ぐらいあったのに切れてて、ちょっとビビったんですけどね、一体何があったのか未だによく分かってない。
あ、なるほどと。まあでも参考になったらよかったです。さて僕は A10 剣かっこいいなそれで。ね、僕ね、喋りながらね、仁さんの前のコメントについてふっとね思いついてしまったんですけども、年齢詐称のね話ね、年齢詐称だったんですねあれねそうか、そことかかったら僕は全然分かってない。話しながら気づくって一体何やねんみたいな、どこまで鈍いねんみたいな、でもなんでそんなタイミングで思い出すねんみたいなそうですよやっぱりね。で僕また韓国人が来てるんですけど、僕ねチヂミの美味しい店を教わったんですよ。太一さんが DM で送ってくれて、もう僕最近本当太一さんに頼りまくり、もう彼が本当にめちゃくちゃこういろいろと調べてくれてですね、本当に助かってるんですけどそのねお店に行こうと思ってるんですけど、でもね残念ながらね名前が思い出せないちょっとじゃあ一回LINE じゃなかった、 LINE ではなかった、Twitter 見てみていいですか。ちょっとこれ配信切れてしまう可能性も結構あるんですけど、俺も昔スマホ2台が寝るとき充電 100% だったのが朝2台ともですか、あ疑ったことがね、あそれは疑いますよ。あどうぞと、 ありがとうございます。でちょっと一旦調べてみますね、4人の皆さん、もし切れたらすいません、でもまたやりますすぐに。さあどこよ、あ違う違う違う。